どうもおじゃです。皆さんはもう黒金のサブマリンはご覧になりましたか？今年は非常に盛り上がっているそうで、公開3日で観客動員数約220万人、興行収入約31億円を突破し、この記録は鬼滅の刃の46億円に続く日本映画歴代2位の記録になっています。いや、歴史を変えましたね。そして現在は約60億円を突破しており、このままいくと大台の100億円どころかそれ以上も目指せるペースとなっています。ちなみに満足度がなんと 98% を超え、評価も過去最高となっています。そこで今回は現在非常に盛り上がっている黒金のサブマリンの感想などを話していこうと思います。ここから先はネタバレなので、まだファーストアクセスされていない方はぜひ劇場でご覧ください。まず一言で言うと最高でしたね。オープニングもいつも以上に凝ってて最初から見入っていました。今回はコナン側と黒の組織側が一番近づいた映画だったんじゃないかなと思いました。まさか愛ちゃんとウォッカが対面するとは思ってなくて、めちゃくちゃ鳥肌が立ちました。なんか最終回を見ているような感じで新鮮でしたね。あと一人一人が活躍するシーンが目立っていて、伏線などもうまく回収されていたので、バランスの取れたストーリー構成だったと思います。初見の方でも割と分かりやすいのかなと思いました。あとピンガが割と好きな方が多かったです。そしてなんといっても大人気キャラクターのアムロと赤井のライバボ呼び、多くのファンが待ち望んだ瞬間だったと思います。そしてキールとベルモットの活躍が凄まじかったですね。劇場版でしかできないことをしてきたなって感じでかっこよかったですね。個人的にびっくりした場面は、君がいればの曲もそうなんですけど、アイちゃんとコナンのキスシーン、そしてアイちゃんのお返しキス、そしてコナンのボールを蹴るクライマックス、あそこやばくないですか？いや、そう来るかって感じでしたね。あとスピッツが手掛けた主題歌美しいヒレも映画とすごくマッチしてて、終わった後も何回も聞いてます。そして来年の次回予告では、服部平次と怪盗キッドの声がして、2024年ゴールデンウィーク公開の文字で終了となりました。つまり来年の主役はこの2人というわけですね。いや、こちらも今から楽しみです。というわけで今回は以上になります。皆さんの感想もぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。